1962年、大島一家会長の大島正和は、一家の名を双葉会に改め、その後大島は、事業に集中するために引退しています。そして、和田巻雄が双葉会二代目を継承しました。和田は和田正次郎と名乗り、後に大隅会初代、福伯会二代目となる人物です。二代目双葉会は、本拠地がある福岡市のほか、和田が居住する筑豊地区の福岡県加穂郡加穂町、現在の加摩市へも勢力を拡大していきました。福岡県筑豊地区は、長く日本を代表する炭鉱地帯で、炭鉱で働く頑固で短気な川筋者と呼ばれる者が多い場所でした。その独特な土地柄から極道者も多くいました。そして、九州共有連合会傘下の三代目桃崎組と二代目双葉会が対立関係となります。そんな最中の1976年8月16日、桃崎組組長の七ツ谷義雄が飯塚市の麻雀クラブにいたところを双葉会の巡行船員に銃撃され、命を落としました。犯人とされた巡行船員は、警察にその動機を、以前に七ツ谷に殴られたためとしましたが、警察は双葉会と桃崎組のしのぎ争いが背景にあると考えました。さらに、双葉会副会長の稲葉智樹が、この事件を指示したということも、まことしやかに囁かれていました。この事件により、双葉会の幹部二人が逮捕され、服役しています。また、双葉会会長の和田は、実行犯に凶器となる拳銃を与えた銃刀法違反の罪で、長崎刑務所に収監され、3年6ヶ月の刑に服しています。一方の桃崎組は、七ツ谷義雄の実弟である七ツ谷勝美が、七ツ谷組を結成しています。しかし、七ツ谷勝美も別件で逮捕され、組長不在となったため、小野組が七ツ谷組の面倒を見ることになりました。1981年5月30日午後3時半ごろ、筑豊地方の中心地である飯塚市で事件が起きました。白い外車に乗った二人組が愛人と事務所を出てきた双葉会副会長の稲葉を至近距離から狙い、銃弾4発を放ったのです。すぐさま病院へと搬送された稲葉でしたが、腹部に銃弾を受けたことが致命傷となり、絶足しました。襲撃犯の二人は稲葉に発砲した後、車を急発進させて逃走しました。警察の調べによると、双葉会事務所付近では、事件前から数人のヤクザ風の男と見慣れない外車が確認されていました。周囲の人間から用心した方が良いと忠告があったものの、稲葉は意に介しておらず、事件が現実のものとなってしまいました。事件から3日後の6月2日夕刻、二人の男が飯塚署へ自首し、殺人と銃刀法違反の容疑で緊急逮捕されました。自首してきたのは、久留米市総島町の向島一角組員と飯塚市間の小野組組員でした。遡ること事件発生の3日前、5月27日夜のこと。飯塚市で双葉会組員と小野組組員の小競り合いがありました。喧嘩は、三幸通りのキャバレー前で起き、一人で小野組組員5人と対峙した、双葉会の組員が負傷しました。事件後、小野組は以前から友好関係にあった、東久留米市の向山一家に仲裁を依頼します。そして、向山一家総長、向山隆から稲葉に手打ちの話を持ちかけました。しかし、稲葉は独断で答えを出すのを避け、回答を保留します。これに小野組は和解の提案を拒絶されたと解釈し、さらに総長のメンツを潰されたと考えた向山一家が加わり、先手を打って稲葉を襲撃したものでした。また警察は、1976年に起きた桃崎組三代目七ツ谷義雄が銃撃された事件から端を発した両組織の積年の恨みが今回の事件を引き起こしたと考えました。一方、双葉会会長の和田は、幼馴染でもある稲葉が、喧嘩の決着に奔走している最中に、騙し討ちにあったと考えていました。稲葉の一件後、さらに双葉組と小野組の間には緊張が走るようになります。6月17日、福岡県粕屋郡古賀町の商店街で事件が起きました。
向こう山一家系中野組組長の中野清人が頭部や肩に銃撃を受け、重傷を負ったのです。9月、双葉会に兄の命を奪われ、七つ矢組を結成した後に、別件で服役していた七つ矢克美が出所しました。これにより、大きな変化が訪れます。小野組と、小野組が預かり面倒を見ていた、七つ矢組により九州はじめ会を結成し、小野が会長、七つ矢が組長の新体制になったのです。さらに九州はじめ会は、それまで七つ矢組、小野組が共に所属していた、九州共有連合会から外れて、独立組織となりました。稲葉が命を落としてから2年が過ぎた、1983年に新たな事件が起きました。1月7日の夕方、村山組組長、村山義信の自宅が、発砲を受けたのです。さらに村上は、発砲した男と格闘した際に、全治10日の傷を負いました。村山組は、飯塚一義北を拠点とした、九州はじめ会の本家筋にあたる組織で、双葉会の報復であることは明らかでした。さらに3ヶ月後の4月2日、今度は九州はじめ会会長の小野博氏が狙われました。小野が飯塚市イギスにある建設中の自宅を訪れた後に、間川の歩道を歩いていたところに、青いトラックが近づき停車しました。すると、トラックの運転席と荷台に積んでいた大型段ボールの中から、男が飛び出し、小野に向けて銃弾を放ちました。そして、胸に3発と右足首に被弾した小野は、間川に転落し命を落としました。襲撃犯はトラックを乗り捨てて逃走しましたが、同じ日の夜に、飯塚市のスナックで傷害事件を起こして逮捕された、双葉会幹部の一丸清隆とトラックから採取された指紋が一致したため、一丸は小野の殺人容疑で、再逮捕されました。さらに、事件後に敵を取ったと、稲葉の写真を見ながら、涙ながらに報告する一丸の姿が目撃されていたことも大きな決め手でした。小野は、先に襲撃されていた村山から、用心するように忠告があったものの、その時はその時だと大きく構え、警戒を怠り、軽く受け流していたと、村山は悔しさをにじませました。小野組組長襲撃事件と同じ月に双葉会は、福岡、佐賀、長崎の6団体からなる、西部連合に参加しています。一方の九州はじめ会は、結成後に小野と七つ矢が、九州の有力者と兄弟杯を交わしていました。別府に本拠を置く、三代目山口組系二代目石井組の幹部で、中津市を拠点とする北斗会会長の岸本隆秀と、北九州市に本拠を置く、草野一家の若頭で、極征会会長の溝下秀夫です。そのため、各団体を巻き込んだ大抗争になるという懸念もありましたが、1976年に端を発した報復の連鎖は、それ以上続くことはありませんでした。九州はじめ会は、七つ矢が二代目を継承し、後に溝下秀夫率いる極征会に加入しました。一方の双葉会は、参加していた西部連合で内部争いが起き、他の4団体と共に離脱しました。その後、双葉会を含めた5団体で大隅会を結成し、初代会長に和田章二郎がつきました。1985年になると大隅会は、福伯睦巳会、後の福伯会に加入しています。そして、1998年4月に和田が、福伯会2代目を襲名しました。